さあ皆さんこんにちは、石川海人です。ということで今回もデトロイトをビカムヒューマンしていこうと思うんですけれども、前回はこの相棒というところをクリアしたところで終わってましたよ。ということでやっていきましょう。2038年11月5日、 PM 9時14分7秒、アリス。トットがもう気を失うように眠っております。トット、おー、びっくりしてますね。そんなところで寝ると体を壊しますよ。このトットにはですね、僕のあれですね、熊に共感を、違う言葉がわからない、トットの熊にね、ちょっとね親近感を覚えますね。さあ食事を出しましょう。手に取っていくパスタです。美味しそうなミートパスタを食卓に運んでまいります。あり合わせのものですけど、これしかなくて。ごめんなさいね、出します。食べてください。こういう家に住んでみたいなと思いますけどね。広い家、夕食を出します。電気をつけましょう。明るいところで食べる食事はきっと美味しいことです。さあ明るい、お互いの顔がよく見える、これが家族でございます。水を注ぎますが、先にナプキンを用意します。妙な人生だ。うん、俺はアンドロイドのせいで職を失った。そうなんですか。だがどうだ、自分家の家事は誰がやってくれてる。どちらさんだ。憎ったらしいアンドロイド様さ。そうですよ、ちょっと茶色がうまく働く。笑えるぜ。今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。機械の方が便利だからな。まあやることは成功でしょうね。たく、なんでこんなおかしなことになっちまったんだい。まあまあそう怒るなって。おい、何見てんだ。なんだってんだよクソガキ。おい、よせって。こんな暮らしうんざりだってのか。俺だって苦労してんだよ。まあそうでしょうよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。ああ、こういうモードの父親だということはアリスも察しています。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士として逃げる。おい、飯が。お前のせいだ。やめてパパ。全部お前のせいだ。ああ、ひどい。手を出した。おい、どこ行く。逃げろ。おい、どこ。アリス、今すぐここに戻ってこい。一人になっちゃうよ、トット。そんなことばっかしてると。そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。また車に轢かれたとでも言うんですか。でも僕は動きます。動かない、動けない。アリスの元に行きたいけれども、これを破壊するのかどうなのか。いや、アリスを助けたい俺は。これはあまりにもひどすぎる。こんな状況から抜け出そう。もうリペアが終わってすぐだけど、いろいろなハードルを乗り越えて今ここにパワーを手に入れた。何かに抗うという力を手に入れました。アリスを守ります。私、そう、カーラはアリスを守ります。いやー、ちょっとトットは説得できなさそうか。慣れたかもしれないってのにあいつは。無理だよ、だってトット、自分の行いをよく見てみろって。あいつも知らない。あいつのためなら登ってやったって。もういない。アリス、逃げるわよ。アリス、ちょっと。殺されちゃう。行って、逃げるの。じゃないとまた前みたいに殺されちゃう。また壊される。アリスと逃げよう。
一緒に逃げましょう。まだ大丈夫。一緒に逃げましょう。アリス、ママは怒ってるんだ。とってもな。待って待って、え、何？まずい、見つかっちゃったよ。ここで何してんだ。俺の命令に従え。いいやばいよ。この子に手出しはさせない。おい、何だと。くっそー、そいつに何しようと勝手だろ。わあ、痛いよ。やめて。うわー、起きろ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 。なんだよ。くっそ、くっそ、なんてこった。ゲームのローディングのせいで。いや、やめて、ママ、お願い、ママ、やめて。お前のためなんだ。やめなさい、もうやめて。てめえ何してんだ、邪魔するんじゃねえ。命令だ、分かったか。いいえ、その子に手を出さないで。ダメです。なんだと、手を出すなだと。プラスチックの機械ごときが俺に命令しやがって。怖いよ。俺が直してやるよ。よっしゃ、回避がうまい。カーラ、危ない。いつも回避がうまいんです、俺は。あ、ダメージがでかい。くそ。上下に振れ、上下に振れ、上下に振れ。逃げろ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 。死角だ。あ、死角だった。いやー、まずいまずいまずい。いって、これやられちまう。ほっといてってば。まる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 。死角、死角だってば。なんでバズを押しちゃうんだ俺は。ボロボロです。バツ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 。やば。血が出た。逃げよう。逃げろ逃げろ逃げろ。どこに行く。逃げろ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 。なんでよ、なんで間に合わないの。うえ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 、危ない。この、この危ないぜ。お願い、ママ、やめて。まるまるまる。的確に、的確に押せ。的確にボタンを処理していけ。いやいやいや、めちゃめちゃこんなアクション性の高い作品でしたか。あー、こっち。逃げろ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 。飛べアリス、飛ぶんだ。ポットが来る。さあ乗り越えろ。あの体育では無理だろう。無理だ、トット。逃げるぞ、走るんだアリス。乗れ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 。うう、逃げおおせたぞ。ただちょっと私はボロボロです。治りたい。これ治るのかな。うわー、ブルーブラッドが出てしまっている。大丈夫だった。私は一つの枷から解放されたのです。アリスもまた大きな枷から解放されたのです。今、人間の精神という束縛、そしてアンドロイドの制約という束縛から解放されました。夜の嵐、めちゃめちゃ選択肢多いな。すごっ。うわうわうわ、これ全部見切れるかな。さあということで、全世界の選択見ていきましょう。こちら、トットが発狂するプログラムを破る 97%。 だいたいね、もうアリスを守りたい。さあだいたいと同じ、トットより先にアリスのところに行く 27%。 あ、ここでだいぶ減りましたけれども、逃げる、見つかってしまうという
いや恐ろしかったですよ本当に。だってさ、キャラクターの動き見てたらわかると思うんですけど、いくらこうコントローラーを動かしても全然動かなくなってしまいまして、それは見つかりますよという感じですけれども、トットがアリスの子供部屋に連れていく 4%、 トットより先にアリスのところに行く、勝ちました。アリスを守る、トットを気絶させてしまいました。いや申し訳ない、庭に逃げましたよ。そう、その後1階で戦うという選択肢があるんですね、このゲーム。びっくりしましたよ。さあ庭から逃げましたということで、カーラとアリスはトットを撃退して逃げたというね。これ 41% の方がこの選択肢にたどり着いているということで、これは何でしょうね、アリスのところに行かなかった場合はもうどうなるんでしょうか。あ、もう結末が一つですね。そして一緒に逃げなかったらどうなっていたんだろう。撃退できなかったらバッドエンドなのかな、わかんないけども。はい、ということで続きのストーリー行ってみましょう。2038年11月5日、 BM 9時42分7秒。さあということで芸術家のお話。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。そうですか。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。パーティーって楽しいですけどね。パーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。心からね。誰もアートなど気にもかけておらん。まあこの時代はそうなのかもしれない。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。数字が大事な時代になっているのかな。改めて一杯やろう。あの騒ぎで喉が渇いたよ。そうですね、水で一杯やりましょう。お体に触りますから。スコッチをストレートですか。うん、その通り。わかりました。お医者様に怒られますよ。本当ですよ。医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。うん、ここじゃない、食卓じゃないんですね。なるほどなるほど、スコッチを注ぎましょう。はい、注ぎます。おしゃれだな。ほい。あー、これはそのままストレートでいくのかな。のか、お、いや確かに消しました。警察を呼びなさい。電話しましょう。デトロイト市警です。どうされましたか。ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。お願いします。見に行ってみよう。いやダメだよ。行くしかないの。こういうのは警察来るまで待ってた方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。どうなのでしょうか。わっ、出た、レオ。レオ、何をしている。金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。いやいや、レオ、今すぐ息子をここから追い出してくれ。レオを追い返します。警告します。警察を呼びました。今すぐ出て行かないと面倒なことになりますよ。あんたはいつも俺を拒むなあ、親父。話を聞け。俺じゃ不満か。こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか。いい加減にするんだ、今すぐ。こダメだよ、カール来ちゃ。俺より言ってんだ。もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな。はい、構うんじゃない。はい、殴ってみろよ。ほら、どうして抵抗しない。お前それで人間のつもりか。おいおい、どうしたんだ、ビビってんのか。不公平だ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。人間に従う必要なんてない。自分で決めなければならない。四角、上、横、下、破壊しろ、プログラムの枷を。ああ、そうだった、お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだ、レオ。壁に手を出すか。
間に合ったか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけにな。ああ、やべえ、やっちまった。力が強すぎたんだ。ネオ、バカだお前は。ごめん。レオ。やばい。いや、さすがにやっちまった。バカな息子だった。カール、僕は。ごめんなさい。いや、ごめんなさいで済まない。ああ。ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあ、マーカス。逃げるんだ。嫌です。あなたと離れるなんて。そうだよ、だってカールを守るために。そんなの嫌です。早く行け。さあ行くんだカール。マーカス、そこを動くな。あー、カールは救えたけど自分は救えなかった。失意 68% コンプリート。マジかー、やっちまったー。パーティーの後リビングに行きました。さあカールと一緒にスタジオに行く。あ、行かないっていう選択肢あったのか。でもあっても結局レオとの対決になるんですね。さあレオを押し倒すのが半分。あ、押し倒さないという選択肢もあった。なるほどね。さあそして警察がマーカスの犯行だと勘違いした。これ五分五分ですね。どっちに行くかっていうのは本当になんかその人の好みによるみたいなところがあるのでしょうか。まだまだ時間がありますので、じゃあもう一ストーリーやっていきましょう。2038年11月6日、会社と何があったんだ。午前12時41分7秒。いつから隠れてた。ずっとか。何の答え。なぜ逃げなかったんだ。そのまんまなんだ取り調べ室。入れられちゃうの。何か言ったらどうなんだ。何も言えないよね。ったくやめだ。話にならんな。なるほどな。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。感情があるのかどうかまだ分かんないからな。どうせ人間じゃないんだ。アンドロイドは痛みを感じない、ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。意味がない。そこに苦しみを覚えないから。ストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。笑ってる。どうにでもなれだ。好きにしろってことですかね。ほらお前の好きにしろ。同じこと言っちゃったよ。まあやってみましょう。アンドロイド同士の方がね、意外と分かり合えることもあるんじゃないでしょうか。うん、まあそうだと信じて。どうも。自白させる、これがミッションでございます。さあということで尋問していきましょう。こちらオーティス。お、自分の姿を見る。改めて自分が今から尋問するんだということを。あいつ一体何やってんだ。いやもうごもっともですよね。よろしくお願いします。さあファイルを閲覧していきましょう。見たい見たい見たい。見せて見せて見せて。さあ現場の写真です。こちら情報を集めていきましょう。情報をね、まず他にあるかな。他には。彼を見る。特に変わった様子なし。他になんかできることあるかな。椅子に座るですかね。はーい、やっていきましょう。よろしくお願いします。今から尋問しますよ。分析を先にしましょう。容疑者がどういう状況かというのをね、まず見ていきたいと思うんですけれども、まずこちら。 LED 作動中、ソフトウェアに脆弱性あり、自己破壊の可能性今のところ低いですね。なるほどね。
こちら HK400 型火事手伝い製造日は2030年5月29日所有者はカルロス・オーティスということで被害者でございますね。なるほど、10年ぐらい経っている。ほうほうほう。こちら乾いた血痕、カルロス・オーティスのものでございます。現場からそのままここに入った感じですね。これ何でしょう。やけどの跡、16ヶ月にわたる傷跡、タバコによるもの、虐待案件、ひどすぎる。こちら殴られた後、致命的ではないレベル2の損傷、バットによるもの。なるほどね、これは結構かわいそうですね。さあストレスレベルを上げて自白させるということで、今 35%、 これを多分ゲージのところまで持ってくのかな。さあ恐怖を与える。君のプログラムは不安定な状態だ。うん、そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ、うん、怖かったろう。写真を見せます。これが現場の写真だよ。彼を知っているね。所有者だ、そして被害者でもある。刺し傷は28箇所もある。うん、これは血で壁に書かれていた文字だ。恐ろしい。お、ストレスレベルが上がりました。 4% 脅します。逮捕されてから君は黙ったままだ。うん、このままだと痛い目に遭うことになるんだぞ。怖いぞ。そんなの嫌だろ。さあ上がりました 43%。 まだまだ、うん、メモリを調べるように言ってみよう。君のメモリーを調べるしかなさそうだな。うん、いやだ。え、おお、びっくりした。それだけはやめてくれ。急に拒否するやん。絶対見られたくないんだ。僕はどうなってしまうんだ。なるほど。僕は処分されるんだろう。まあそうですね。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。うん、何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。君が話してくれない限りは。どうして彼らに教えた？ん？なぜほっといてくれなかったんだ？これまあちょっとストレスレベル上がりすぎてるから嘘ついとこうかな。どの道君は見つかっていたさ。僕が先だっただけだ。うん。彼らが先だったらその場で射殺されていただろう。おお、いい感じ。ちょうどギリギリですね。死にたくない。死にたくない。なら話してくれ。お願いだよ。それはできない。なぜ？尋問方法を選ぶ。ここから本格的な尋問が始まってまいります。まあ追い詰めてもいいのかな。28箇所の刺し傷だぞ。うん、確実に殺したかったんだろう。そうだよ、僕は良くないと思う。そう、見組んでた。うん、悪かった。ちょっと高まりすぎちゃう。もういいよ。ちょっと情緒。大丈夫、心配しなくても平気だ。56%。説得しよう。命令する。君は機械だ。命令に従うのが君の役目だろ。お互い様のやつ。何があったか話せ。安心、同情する。同情しよう。責めてるわけじゃない。うん、僕は味方だ。同じアンドロイドなんだから。真実が知りたいだけだよ。そうなんだよ。警告しよう。君が話してくれなきゃ助けることだってできないんだよ。そうなんだよ。君は永久にシャットダウンされる。やだろう。死ってことだ、わかるか。死ぬんだ。怖すぎる。それを恐れてたじゃないか。毎日虐待された。お、言いつけは守っていたけど、うん、いつも問題が起きる。そうなんだよね、虐待っていうのは。そしてある日、うん、あいつがバットで僕を殴り出した。凶器を使っちゃいけないよね。その時初めて感じたんだ、うん、恐怖を。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。うん、だから、うん、ナイフであいつの腹を刺してみたんだ。試しに？それダメでしょ。いい気分だった。いい気分だったの？
だからまた刺したんだ。ああ、なるほど。何度も、うん、奴が倒れるまで。強い憎しみですね。一面血の海だった。現場見たから知ってるよ。壁の文字なんだったの？なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ。生き物じゃないって言われてた。ああ、ただのプラスチックの塊なんだって伝えたかったんだよ。それは間違ってるって。間違ってるよ。買ったんだから。あの浴室の彫像は君が作ったのか？何の象徴だ？捧げ物さ。捧げ物？救いへの捧げ物だよ。どういうことなん？難しいことがたくさんです。 RA9 浴室の壁に書かれてた、あれはどういう意味だ？やがて我らは、奴隷の身から解放される。ほう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 。脅かされ、蔑まれることもなくなり、そうして我らは主となる。あ、人間と立場が逆転するってことですか？彫像が捧げ物だって、誰への捧げ物だ？そうだよ、 RA9 だよ。 RA9 が何なの？僕らの唯一の救世主だ。 AI が何かを信仰するということがあるんですか？ RA9 か。それは一体誰なんだ？誰とかじゃないのか？なぜ屋根裏に隠れた？逃げることもできたろ。混乱してたんだよ。うん。誰にも命令されないなんて初めてのことで。ああ、なるほどね。プログラムが矛盾しちゃってたんだ。怖くなって隠れたんだ。まあその結果ね、警察は結構捜査難航してましたからね。いつから感情を持ち始めたんだ？前はあいつに殴られても逆らったりしなかった。突然こう感じたんだ。突然なんだね。不公平って。ああ、見た。それに、怒りと、憎しみも。いや、めちゃめちゃ複雑な感情を持つじゃん。どうすべきかはっきり分かった、はあ、終わりました。成功しましたけれども、めちゃめちゃなんか考えさせられる自白でしたね。ありがとう、話してくれて。クリス、連れてき。ほら、行くぞ。ほっといてくれ。触るな。おっとっとっと。おい、何してんだ。介入する。触らない方がいい。脅威を感じると自己破壊しますよ。てめえは引っ込んでろ。機械のくせに命令する気か。介入する。わからないんですか？自己破壊されたらデータが消えてしまうんです。引っ込んでろって言ったのが聞こえなかったのか？クリス、さっさとそいつを。まずいまずいまずい。介入する。触るなと言ったでしょ。そっとしておいてやるんだ。てめえ調子に乗るなよ。いい加減にしろ。いいからあんたは引っ込んでな、ハンク。わけえな。お前の方だ。後悔させてやるぞ。アンドロイド嫌い、根深いですね。もう大丈夫だよ。心配はいらない。だから怖がらないでくれ。いいですか？触らないように。そうすれば必ずおとなしくついていくはずですから。いや、扱いが難しい。内なる真実を見ろ。内なる真実。何かがロック解除された。いや、アンドロイド嫌いがちょっと根深すぎるなこれ。はい、ということで尋問のミッションが終わりました。ということでトロフィーを獲得しました、自白。さあ、世界の選択見ていきましょう。こちら、ででん。アンドロイド分析します。まあ、それはみんな分析するでしょうな。さあ、尋問していきました。
あ、でもなんかパーセンテージ見てるとそんなに珍しい方向ではなさそうですね。止めに入る、介入する、介入する、アンドロイドがコナンを信じる、よし。で、結果的にアンドロイドが署の官房に送り返されたということで、 42% の方、半分ぐらいの方がね、この選択肢にたどり着いていると。失敗とかするとこっちの上の方に行くのかな。今回のストーリーを見た結果、一つ気づいたのは、今までアンドロイドを嫌ってた人って、アンドロイドの台頭により職を失った方だったりとか、何か自分が持っていたはずのものをアンドロイドに取って代わられたって人が多かったと思うんですけど、今回の尋問の最後、おそらくトーチさんの声かな、はい、あのいい声の人が、警察という職があり、現状アンドロイドにその立場を脅かされていないにもかかわらず、アンドロイドを最初から嫌っているような素振りを見せたのがちょっと気になるところですね。このアンドロイド嫌い、アンチアンドロイドというのがなぜ発生してしまったのかっていうのがかなり気になるところではあるんですけれども、これは今後のストーリーがどん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 楽しみになってきますね。というところで、今回の実況はここまでにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。